鹿林水星は非周期水星である。中国語の発音からルーリン水星と表記されることもある。鹿林天文台の用泉市と林形成によって発見された。2009年2月24日に地球から0 2 4日1英雄離れた近地点に到達し、5等級で明るさのピークを迎えた。水星は地球から見て2009年2月23日に 女性の合わせの近くを通過し、2月26日から27日に指摘されたように獅子座のレグルスの近くにある背景の星の現在位置とは逆方向の演説点に向かって進んでいた。5月12日にはカーディナル水星の近くを通ることが予想された。2月7日頃から暗い空の中に肉眼で見えるようになった。2月6日に天秤座アルファ星。 2月15日から16日にかけて、乙女座、スピカの近くを通過し、2月19日に乙女座、ガンマ星の近くを、そして3月5日から6日にかけて、プレセペ星団の近くを通過した。また3月14日には、惑星上成分であるエスキモー成分の近くを、3月17日には二重星双子座、デルタ星のあたりを通過した。 NASA によると、鹿林水星は、真空中で、太陽光が照射された時に、緑の光として現れる、二原子炭素を、主とする大気を作り出すガスの化合によって、緑色に見えるという。2009年1月28日に、スウィフトが鹿林水星を観測した時には、毎秒約800メートルガロンにも及ぶ水が、流れていた。鹿林水星にはメタノールが豊富にある。 この彗星は2007年7月11日に台湾の鹿林天文台において0.41メートルの望遠鏡を使って林形成によってその姿が初めて撮影された。しかし林の撮影した3枚の写真から新しい天体を発見したのは中華人民共和国の中山大学の19歳の学生であった楊泉イ氏であった。 当初は18.9等級の小惑星と考えられたが、発見の1週間後に0.61メートルの望遠鏡で撮影された画像により、わずかに水星のコマが存在していることが明らかとなった。この発見は太陽系、特に地球近傍天体の中で小さな天体を特定する鹿林、スカイサーベイプロジェクトの中でなされた。水星は、 天文台にちなみ鹿林水星と命名された。正式故障は水星 C-2007N3 である。スミソニアン天体物理観測所の天文学者、ブライアン・マーズデンは鹿林水星が2009年1月10日に近日点に達したと計算した。距離は太陽から約1億8200万 km であるとされた。マーズデンによれば、 鹿林水星の軌道はほとんど放物線に近い。水星の元木2009での離心率が0.999986、元気2010での離心率が0.999998であった。王道に対し軌道傾斜角1.6度という非常に低い軌道を逆行している。この水星の極端な軌道離心率を考慮すると、別々の元木から完全に異なる。 遠日点距離についての太陽を中心とする平成な二体問題の最良当てはめを導き出せる。このような高い離心率を持つ物体においては、太陽の重心座標は、非、新座標より安定している。JPL Horizons ズズを利用すると、元気2014やンマイナス01での重心軌道要素より、約1200天文単位の軌道長半径と約42000年の 周期が求まる。2009年2月4日、イタリアの天文学者のチームは、鹿林水星の鬼に受ける興味深い現象を観測した。チームリーダーのエルネスト・グイドによれば、彼らは、ニューメキシコで遠隔操作により制御された望遠鏡を使用して、水星の写真を撮影し、その画像には明確な分離現象が捉えられていた。 彼らが見ていた間、水星の尾のプラズマの一部が引き裂かれていた。ゲードと同僚は、この現象が太陽風が水星に吹きつけたことによって発生した磁気状乱によるものと推測している。それ以前に小さな磁気嵐が水星の尾において観測された例として、最も有名なのは2007年に NASA のステレオプロジェクトの調査衛星が観測したコロナ質量放出が、 遠家彗星を直撃した例がある。この際、遠家彗星は鹿林彗星のように劇的にを失った。ありがとうございます。